菊池歩美は、日本の環境芸術家。環境芸術の代表作は、心の花文化庁、山形県主催の環境芸術の祭典にて、最上川は、地蔵館近くに偶然できた地形に、ビーズの花を咲かせた、ユニバースが評価され、準大賞受賞となる。この時の会長は、平山育夫であり、審査委員長は、中原雄介であった。 この作品が誕生した砂地は不思議なことに会期終了後に水流と共に消えたことから天賦の再演に思わず神も微笑んだという言葉が審査員により送られている。その翌年には2006年開催となる第3回大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ参加が決まり2006年心の花からあの頃へ開花代表作の誕生となる。 圧倒的な世界観はセンセーショナルを巻き起こした。彼女を見出した包み屋は前年、この心の花を見ることなく若くしてこの世を言った。2009年に個人で発表した心の花を最後に表舞台から消える。心の花そのものは直接を見ることはできない作品であり、菊池歩自身も消えてこそ作品としているものだが、この作品の 再びを願う声がある。消えてもなお愛される、稀有な存在である。1997年大学卒業後、環境庁、自然大好きクラブ事務局となる、原文米によるところの抜擢とされる。これは、環境庁から環境省になるための国民へ向けての、啓蒙的事業の一つであった。その後、環境ジャーナリスト秘書兼役員秘書となり、事業企画。 広報デザインや出版等、マルチに取り組む。その傍らで、発炉の化身である作品、トンブリが誕生、作家としての人生を選択。2002年3月31日に退職。2002年4月1日デビュー、今日に至る。2002年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2011年、 2012年、2015年、2016年、ありがとうございます。